先日北朝鮮からのミサイルが北海道に着弾するかもしれないとなって J アラートが鳴り響きました。このままでは戦争になるかもしれないわ。チャンネル登録よろしくお願いします。息子は高校1年生です。一年後に戦争が始まるようなことになったら息子は徴兵の対象になるかもしれません。非国民のように思われるかもしれないけれど、できたら戦争に行かせたくないわ。母は戦争へはお父さんが行けばいいと思っていました。以前友人がこんなことを言っていました。うちのお兄さんは新潟大学の工学部だったのよ。幼い心に技術者だから徴兵されなかったって聞かされた記憶があるの。天皇陛下から勲章ももらったんだから、うちの息子も国立大学の工学部に行かせようかしら。文系だけど。以前コメント欄で教えていただいたのですが、戦時中の国立大学工学部の倍率は40倍にも50倍にもなったそうです。息子を工学部に入れて爆弾工場に配属させれば国のためにもなるかしら。あなたいつの時代の戦争の話をしているの？え？爆弾なんて文系でも作れるわよ。今の戦争はサイバー攻撃なのよ。次ある戦争で徴兵されない学部は情報学部でしょう。いいねボタン、コメント、いつもありがとうございます。